どうも、レイノです。今日はベストボディの東京大会に来てます。今日はですね、パーソナルトレーナーとして参加です。パーソナルトレーナーですで、出場するのは彼です。はい、カリッカリです。骸骨状態ですね。さっきもあの YouTube 見ましたという方が声かけてくれて、頑張れそうですか？頑張ります、はい、勝ちます。ここからは細かい微調整をして本番に臨みます。今カリカリに見えますけど、本番はパンパンになります。はい、では頑張りましょう。ういっ、どうも、お笑い芸人のアリです。今日はね、これ初めて出るんですけど、まあ、爪痕残そうかなと思って、あのポージングのとこ、フリーポーズ楽しみにしてください。いい感じ。はい、パンプしてパンプ。すごい人数だね。控え室です。99人います。すごい人数です。コーラ、何食べてんの？ハンバーガー。ハンバーガー、外人らしくパッと入れて。まもなく開始です。サポート入ってるんで、ちょっと先頭集団は取れないですけど、まあ、トレーナー業務に集中したいと思います。だいぶパンプして腕の血管も出てきてますね。はい、絞りはもうこの中じゃトップクラスだと思います。ただみんな仕上がりは十分できてるんで、ここからは見せ方ですね。はい、イケメンいました。イケメン発見です。すごいですね。
絞りはもう一番だった。ピックアップ呼ばれなかったんですけど、まあ、ピックアップは呼ばれた人はボーダー、完全良かった人ともうダメって人は呼ばれない。やべ、どっちだろう。でもまあ分かんない、これは呼ばれてても、はい、呼ばれてても1位の人もいれば、はい、去年とかね、だから分かんないから。では手応えは、そういやちょっとなんか思ったようにできなかったなと思いました。なんか飛ぶよね、初めて出るとね。腹直出すの忘れました。意外とどこを考えてたかとか、何のポーズしたっけみたいな、終わった瞬間あれ自分何やったんだっけみたいな感じになるもんね。いやミスったー、腹直を出さなかったっす。まあでもやれることはやったと思うから、はい、あとは審査員に委ねて待つのみっすね。はい、はい、まあ次進むも進まないもといい準備をしましょう。はい、はい、今から番号でお呼びします。お名前はすみません失礼して番号だけでお呼びします、名前呼ばれた方はファイナル進出です、すぐに、ファイナルの準備、着替え始めてください、それ以外呼ばれなかった方は残念ですがここで、退場ということになります、ゼッケンは、まあ、観覧されるんであれば、ね、ゼッケンを持ったまま必ず座席の方に座っていただく。で帰るときには受付にゼッケンを返して必ず返して、お帰りください。お願いいたします。では参ります。フレッシャーズクラス1番、はい、あ、じゃあどこ、あ、はい、ですね、はい、では名前呼ばれたら挙手とお返事をお願いいたします。15番、はい、24番、はい、はい、28番、はい、はい、はい、31番、はい、はい、41番、はい、はい、42番、はい、はい、66番、はい、天皇注入、どうですか。いや、まさか残ると思わなかったんでこれを履けてめちゃくちゃ嬉しいです。あ、ズボンですね、はい、はい、よかったですね、履けて。もうここから先はもう入賞、絶対入賞を目標に頑張ります。はい、はい、頑張りましょう。じゃパンプ、今からやりましょう、はい、ここから早いんで、はい、ここからっすね。バックポーズでイエローカードもらいました。帰ります。どうも、レイノです。レイノじゃねえだろ。また、レイノです。はい、お疲れです。
24番、28番、15番、42番、66番、以上6名の選手です。それでは変わります。いろんなポーズ。さあ、何番がいいんですか、皆さん。サイドポーズ。ラックポーズ。さあ、背中に声援を。サイドポーズ。66番。フロントポーズ。よし、もう一度大きな声で。42番、15番、28番、24番、以上4名の選手です。それでは参ります。フロントポーズ。さあ、声援だ。サイドポーズ。さあ、番号を叫んで。バックポーズ。サイドポーズ。さあ、審査員悩んでますよ。声です。フロントポーズ。選手はそのままお待ちください。それではお呼びします。28番、15番、42番、残ります。それでは参ります。フロントポーズ。サイドポーズ。声を出して。結果になってしまったんで、この後ですね、大宮を10周してもらいます。その前に1回ぶん殴ってもらいましょう。はい、どうぞ。大宮10周行ってきます。